を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー！キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes！悩みも聞かないけどすぐわかるよ。君がしょげてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらってみな。信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。メチメチマジです。素晴らしいリアル。呼んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yes！ やっぱチンクハー。ルビー、お風呂開いたよ。早く入っちゃいなよ。もうもうちょっと。何やってんの？レポート出しなさいってハーレイト先生に怒られちゃってさ。今まで見つけたジュエルペットを書き出してるんだ。トール様とフローラとペリドットと、あ、ルナもいたっけ。もう大変。ちゃんとレポートしないからよ。自業自得だね。夏休みの最後に宿題終わんなかったのだっけ。それはそうだけど、私は終わったよ。リンコに言われたくないようだ。お？なんだこれ。ねえねえ、ラクマージュ様、ジュエル手帳にこんなの出てきたんですけど。ルビーちゃんは当たりマークじゃないかって言うんですけど。え？そう、ハートが出たらアイスもう一本みたいな。そんなの全然嬉しくないわ。当たりマークだったら。そうね、台湾高級グルメツアーとか。私だったら好きなアクセサリーいっぱいもらえるとかがいいかな。絶対ないから。まあこれは出た、お当たり。本当に当たりマークなの？やった、アイスもう一本。台湾グルメツアーよ。んなわけないだろ。それはね、千年に一度現れるジュエルステッキよ。ジュエルステッキ。そっか、今日がちょうど千年目だったのね。いや、だからそのジュエルステッキって何味のアイス？違う違う。ジュエルステッキはね、それはそれはすごいパワーを秘めた魔法のステッキなのよ。ただあなたの赤いジュエル手帳とダイアナの黒いジュエル手帳の2つの手帳が揃わないと現れないの。ダイアナの黒いジュエル手帳？そうさ、きっとダイアナの手帳にも同じマークが現れてるはずだよ。っていうことは、きっとダイアナもジュエルステッキを手に入れようとするに違いないわ。そんなすごいステッキをダイアナが手に入れたら、ますます手がつけられなくなってしまいますわね。それどころじゃないわ。そんなことになったらジュエルランドも人間界もおしまいよ。そう考えると大外れだったか。いいかい、きっとダイアナはあんたのジュエル手帳を狙ってくるはず。絶対に渡してはダメよ。あ、はい、
わかりました。はーい、ルビーちゃんたらお返事だけはいいんだから。はい、しっかり持っててね。手帳を手に入れるですって？うん、そうよ、あの小娘から奪ってきてちょうだい。あれ、手帳ならダイアナ様も持ってたんじゃないですか？なくしちゃったんですか？うるさいわね。あんたたち怪盗なんでしょ？だったらつべこべ言わずに奪ってくりゃいいのよ。いやまあ、そりゃそうなんですけど、その報酬なんてのはいかほど。ふん、そんなもんあるわけないじゃない。えって言いたいところだけど、私もそこまで鬼じゃないわ。あの小娘のジュエル手帳を手に入れることができたら、魔法で借金を帳消しにしてあげる。え、ダイアナ様、あの今なんて？こないだあなたが作った借金をチャラにしてやるって言ってるのよ。キャハ、ぷよぷよローンで借りました。はいはい、やりますやります、やらせていただきますよ。それじゃまるで私たち泥棒みたいじゃないですか。私たちは泥棒なんだよ。まだ盗んだことないっすけど。っていうか、元はといえばお前がぷよぷよローンで借りたお金だろうが。キャッハ、さあ何ボヤボヤしてんだい。そうと決まったらさっさと行くよ。ガチャ、待っててくださいダイアナ様、必ずや手帳を奪ってまいります。これでいいわ。二つの手帳が揃ったらジュエルステッキは私のもの。それさえあればお兄様を復活させることができる。待っててお兄様。ターゲット発見、そして接近。よし、作戦開始だよ。すごいパワーの魔法ステッキか、いいな。そんなのあったら魔法試験なんて一発合格。ターゲットオンス。でもそんなことに使ったら怒られちゃうか。もらった。行くわよルビー。ほーい。お？ドジだね、まったく。次、あたしが行きます。あともう少し。こうなったら最後の手段だ。よう、あなたたちは。出たな、ダイアナの子分3人組。な、何よ。ミント様、こらえてこらえて。違うす、今日はそういうんじゃなくって。その、あんたたちに謝りに来たんだよ。え、付き合わせて悪かったね。いえ、私も聞きたいことありましたから。なになに、このヒルドラみたいなノリ。今までジュエルチェアも奪おうっていろいろ邪魔して悪かったね。これからはダイアナとすっぱり縁を切って心を入れ替えるよ。え、ま、急にそんなことを言われても信用できないだろうけど。やは、ミント様ってば迫真の演技。一瞬本当に心を入れ替えたのかと思っちゃったっす。いえ、信用できないっていうわけじゃないですけど。でも理由を聞かせてください。理由？よく聞いてくれたね。ダイアナったらひどいんだ。とにかくわがまま放題でさ、ご飯を作ればまずいってテーブルをひっくり返すし、お風呂を沸かせば熱いってお湯ぶっかけるし、体がだるいって言っちゃ何時間もマッサージさせられ、寝るときは毎日枕元で絵本を読まされ、少しでも言うことを聞かないと怖いお仕置きが待ってるんだよ。やは、ミント様ってばちょっとやりすぎじゃない？誰もそんな話信じない。ひどい、かわいそう。そこまですることないのにね。
あ、信じた。そうだ、仕返しにバナナの匂い嗅がせちゃえばいいじゃん。は？バナナの匂い？ダイアナ嫌いなんでしょ？え？あ、知らなかった。バナナの匂いがダイアナの弱点だったのかい？でもほら、そんなことしたら今度はどんなひどい目に遭うか。どんなって？どんな？例えば逆さづりにしてこうなって、裸になったらこうなるの。いや何やってんすか、あの二人。なんか楽しそうだよね。っていうわけでさ、もう耐えられなくてダイアナの元から逃げてきたのさ。そうだったんですか。な、お詫びの印にあんたたちのジュエルペット探しに協力するよ。え？さあ、いよいよ本題だよ。そう、それでさ、ちょっとジュエル手帳を見せてくれないかい？ジュエル手帳を？いいけど。よし、もう一息だ。さあ、早くジュエル手帳を出しな。どうしたのさ。え？うん、これ渡しちゃいけないんだった。まだ現れていないジュエルペットがどれだけいるか知っておきたいんだよ。うん、一瞬でいいんだ。ちょっと見せてくれるだけでいいんだよ。でも本当に改心したみたいだし。そっか、私を信用してないんだね。いや、無理もないよ。それだけのことをしてきたんだからさ。渡すんじゃないもん、見せるだけだから。はい。ありがとう、感謝するよ。ううん、感謝なんて。本当にお前のバカさ加減には感謝してもしきれないね。人呼んでセクシー&ゴージャス、カイトーミント。どう、その左腕にしてぷよこはナンバーワンギャールゴージャスと、その右足にして究極のキモカワメン聖人カイトーハーブ団ただいま参上。カイトーハーブ団をなめんじゃないよ。騙したのね。信じたお前がバカなのさ。じゃあな、バイバイ。返して。やだよ。いつもの自転車どうしたのさ。こないだ自転車泥棒に盗まれちゃったんす。あのな、怪盗が泥棒に盗まれてどうすんだよ。うわー、こっちだよ。行き止まり。待てしまった。一体どうしたのさ、リンコ。ジュエル手帳取られちゃったの。え？なんで？私のせいなの。私があの人たちを信用したから。どうして、どうしてダイアナの言いなりになってるの？ダイアナはジュエルランドだけじゃない、人間界にまで悪いことをして復讐しようとしてるのよ。それなのに同じ人間としてどうしてあなたたちはダイアナに利用されてるの？ダイアナに利用されてる？分かってないね。いいかい、ダイアナの機嫌を取っていれば住むところにも困らないし、こいつを渡せば借金もなくしてくれる。もっとも家賃はしっかり取られてるけど。ギャハッ。かまぼこも買わされたりでバンバン剤ってわけでもないっすけどね。けどそれもジュエルチャームを手に入れるまでの我慢。チャームを売りさばいて大金をせしめたら、あんな黒猫こっちからさよならさ。ふざけたこと言うんじゃないよ。こっちがダイアナを利用してるんだ。あんな猫用済みになったらいつだって。なんだ、ジュエルチャームだ。あのチャームカイヤさんだ。カイヤ？
私のジュエルチャーム？ん？ってことは知らないうちにダーク魔法をかけられてたのかい？はい、私の体に猫の足跡ついてるかい？ほらね、どこにもついてないみたいですけど。ダーク魔法をかけられなくても出てくることはあるわ。ジュエルチャームは人の心に反応するのよ。人の心と？だって私の心の一体何に反応したっていうのさ。何やってんだよリンコ、早くジュエルペットに戻さなくちゃ。それがジュエル手帳がないとできないの。あ、そうだったわね。だったら力ずくで取り返すまで。トーン、ジュエル手帳を返せ。ジュエルチャームもね。やなこった、チャームさえ手に入れればこっちのもんさ。セージ、青じそ、やっておしまい。お願い、ジュエル手帳を返して。すまちゃったセージ。青じそだって。ミヤミさん、おいしそう。ずらかるよ、青じそ。ん？あ、残念、今度食べてあげるね。キャハッ。大丈夫、ミナミちゃん。あ、だだだだ。リンコ、ハブダはあっちに。うん。やっと手に入れたジュエルチャーム、早速売りさばいて金に変えてやる。さよなら借金。さらば貧乏生活。お二人とも。アオイ、じゃあこの赤い点がハーブ団？すごい、一体いつの間に。実はこんなこともあろうかと、あの時。はい、しっかり持っててね。全然気づかなかったよ。なかなかやるじゃない。まあね。服部、この赤い点を追いかけて。なあ、一体いくらになるんだい？10万か100万か、それとも1000万かい？1000万！キャハ！ね、どうなんだい？あ、見て！ジュエル手帳を返して！うるさい、今いいとこなんだ、黙ってな。そして動くな。で、誠に申し訳ありませんが、これはうちでは買い取れません。は？なんでだよ。そんな見たこともない宝石、値段のつけようがありませんよ。なんだって？そういうわけですので、お引き取りください。なんだよ。あんたらも用がないなら出てって出てって。ジュエルチャームが1円にもならないなんてマジありえないんですけど。これじゃあ一体今まで何のためにダイアナ様に仕えてたかわかんないっす。やっぱりダイアナに利用されていたのは私たちだったってことかい。笑っちゃうわね。なんだと？私たちじゃないよ。ん？こっちよ、こっち。何？ほんと間抜けもいいとこだわ、大笑い。うるさい、こんなもんくれてやるよ。おっと。こうなったらダイアナと取引だ。こいつをなるだけ高く売りつけてやる。どきだ。そんなことさせない。なんだこいつ。ジュエル手帳は私がラクマージュ様から預かった大事な手帳だもの。話せって。ルビーと一緒にジュエルペットを見つけ出す大切な手帳なの。うるさい、話せって言ってるだろ。だからお願い、返して。ほらいい！ルビー！やった！ナイスルビー！リンコ！ルビー、ありがとう！さあ、今ですわ！カイヤを元に戻してあげて！オッケー！リンコ！うん！ルビー、行くよ！
お待たせしてごめんなさい。カイヤです。ご指名嬉しいわ。久しぶりね、カイヤ。みんな元気だった？引き上げるよ。待ちなさいよ。せっかくだから私の魔法かかっていけば。は？くるくるプリズムジュエリズム、カイヤナイトジュエルフラッシュ。私のジュエルパワーは自立よ。この意味わかるわよね。自立って何？何？美味しいもの？誰にも頼らず自分でやることよ。ふん、私は私さ、魔法なんて関係ないよ。そうやって言い訳ばかりで、いつもダイアナに頼ってばかりなんでしょ。もう改心したなんて言ってリンコ騙すなんてひどいわね。そうだそうだ。うん、でもこれで本当に改心してくれるといいんだけど。魔法もかかったし大丈夫なんじゃない？私の魔法は 50% のグラス級。改心するかしないかはあいつ次第よ。自立だって。ふん、あと一歩のところだったのに使えないったらないわね。でももう少し私のために働いてもらわないとね。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかもみんな分け合いながら。ありがとうなんて言葉言えない、めっちゃ照れるから。仲間がそばにいるから今元気なのに。めげてた気分少し消えたよっていうか不思議。楽しさ分け合うと増えてく、広がってゆく。ジュエルパワーは自立、甘えん坊な性格を直しちゃうんだよ。ミントも自立できるといいね、私みたいに。来週はどんなお話かちょっと見ちゃおー。私にはジュエル手帳を守るなんて無理だよ、自信ない。次回ジュエルペットは？やだやだ、狙われたジュエル手帳だよ。